真夜中のサバナは1994年に発売されたジョン・ベレントのノンフィクションノベル。発表当時より爆発的な売れ行きとなり、ベストセラー連続1位記録を塗り替えた。雑誌に寄港文を発表していた旅行ライターの作者が取材のためにアメリカ南部の歴史都市、サバナを訪れたのに始まり、土地で出会った人間たちの交流を描いた一部と、 作者が最も惹かれていた独身の大富豪が被告人となった未成年の殺人事件の裁判を傍聴する二部より構成される。面火市場の集積地として栄え歴史的な建造物を持つサバナは近代化の波により衰退していたが南部文化の発信地として復活。そこに住むウィットと気味悪さを備えた人間たちの日常をベレントはユーモラスに映し出した。 本書により、全米にとどまらず世界中からサバナ観光に訪れる人間が増え、ガイドブックとしての役割を果たしている。ただし、ブーリュー教の呪法や、ゲイクイーンのシャブリなど、明らかにディープサウス趣味に走りすぎの傾向もある。当時としてはセンセーショナルな殺人事件だったため、日本でも数年後に再現ドラマを使ったゴールデンタイムのワイドショーで取り上げられた。1997年に、 クリント・イーストウッド監督により映画化された。ありがとうございます。